コーチンロアマンガス。行こう。え、マジで？テレコンさんにメディックあげたよ。本当に？トマト、玉ねぎ。めっちゃ俺も怒られるじゃん。トマト、玉ねぎ。パティ、トマト、玉ねぎ。これはもうグッチ絶対しろ。タスクやってるから。こんにちは。わかります？出てます。わかります。わかります。あ、でも出てます。グッツボマジで白いわ。うん、マジで白いわ。考えたらグッチ来るの時タスクやんねえからこれインポスターで偽装してる可能性ある。いや、やります。あそれやな。確かに。あるなこれ。確かにあるな。平均でしゃべる。いや。いやこれインポスター2票よ。僕はこれインポスターあるかもしれないな。でもこれインポスター2票だぞ。ねえ。なんで、あ、しょ、うん、でもいやインポスター2票じゃない。うん、あれはでもある。感想がさ、じゃあお前あれか。テラゾーを信じてあれする。めちゃくちゃ単独行動を取る。ねえ。うん。ここに置きます。はい。でしょ？うん、やんないだろうお前。フリッピー後日もな。よっしゃ、もう助けしんど、ああ俺のニンニクかどこに置いてんだと思って、俺、あ、いいね、俺の置いたニンニクが早速生きていくわけよこれね。ああ、オリッピーグチツボがインポスターだった。怖い怖いマウンテンよ。ああ、いないね。後で放火するからな。後で放火するからな。死んでない。いいナイス、ナイス、白いね。ナイス、ナイス、ナイス。パンキーさん最終位置は失敗した。失敗した。失敗した。パンキーさん最終位置は、パンキーさん脇位置は、脇位置は、脇地貨物室。最終は片言やん。最終は、最終は、いや、あれセキュリティだっけな。お、あれ怪しいな。あ、そう、最後スキップ、最後に無痛さん早くスキップ押して。弁当の中でしょ、実は弁当の中。じゃあ、ちょっと無痛さんが白いね。うん、あ、無痛さん白い。ニンニク置いてるところ見たから。あ、いや、フルコンもね、展望デッキの左下の。違う、無痛さんは誰にも見られていないのにそっとニンニク置いたから。すごい。別に置くだろ、別に。いや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 、確かに人外は置かないわ。そうか、置かないわ。そうか、誰も真っ白。そうか。ニンニクは添えるだけだと白いの。うん、え、Y 死ぬもちやこれ。いや、白いのか。まあいいけど。いや、半分冗談やと思うけど。その白さ。OK？ うん、全然大丈夫よ、そんなもん。あ、もうボタン押すか、近いし。これ嫌なボタン押すぞ、俺。うん。よいしょー。6つ。うん？なんか押さないじゃん。うん？ 6 つ？通が降りてきたぞ。ん？はいはいはい。黒でしょ。あー！待って。え？何？ちょっと全員の場所を洗い、全員の場所を洗いましょう。はい。何？結論から申し上げます。あ、弁当か。はい。シャワー、シャワー。トリッピーコックピット。メインホール。はい。今ね、カモス、ショボスケ、ショボスケテラゾー展望。カモテラゾー展望。の弁当が開きました。ショボスケテラゾー絶対違う。うん。はい、カボ展望です。停電直してます。あ、そうだね、ショボスケさんとテラゾーさん見た。あ、ムツーさん、ミーティング下がるの見てます。トリッピーも絶対違う。ファンキーさんもエレキにいたんで違います。フルコンさん上がってたね。はい、僕押してますから。フジミア、ファンキー、エレキ、エレキ、はい。砂ザメシャワー、僕メインからエレキ降りるとこ。砂ザメシャワー、オッケー。砂ザメシャワーが、じゃああとムツーさん。ムツーは最初キッチン。キッチン、これは、うん、あ、むつさんはあるよ。で、グチボさん何があったんですか。あ、あの
貨物室の弁当が開きました。たった今、うん、本当に議論中。シャワーって言った人怪しいんじゃないの？うん、シャワーで、ね、そこだとアーカイブかシャワーだよね。いや、あと一番最後に言った人は一応。で、結構自分シャワーシャワーって一番最初に言ったのをみんな覚えてたし、言ってた聞いてる聞いてる言うのと、うん、あと藤宮さんがシャワーから電気って言い直したのを皆さん覚えてますかっていう、うん、おっとそれは覚えてない。いやでも覚えてないな。藤宮さんはわしずっと見てるから無理。じゃあ違うの、言い直してない。電気室で移動じゃないかぎりね、藤宮ファンキーと、うんうん、を残して自分はしご登ったんですよ、はいはい、そうですね。でシャワー室入ってタオルタスクをやっててボタンなんで、はいはいはい、あだから後ろ追ってきたんだ、藤宮さんぐらいの感じの感想。すれ違ってないね。さん名前出てないね。すれ違ってないけど、俺メインの右上の女性やってたから、まあすれ違ってシャワーならでも見えない可能性は高い。あの停電だったし、怪しい位置だね。まあ怪しい位置にはなるか。まあそのうん、天下さんは遠方にいましたよね。ノッツさんが被ってて何もわかんない。はい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 。うん、結局誰が容疑、まあ砂溜めも容疑者です。結局他に誰が。藤宮王なら藤宮ファンキーしかない。砂溜めバケユカじゃない？砂溜めバケユカ。基本は砂溜めさんかバケユカさん。で大穴でグッチが嘘ついてる。あ、それは演技ですね。さすがに。そうね、演技早いな。いやこれ嘘やったら相当。めちゃくちゃ演技。これ嘘やったら相当演技早い。しかも全く言う必要のない。これロックなんだ。演技派実況者やけどな、それはな。うん。さて、ちょっと俺演技力どうなんねん。場が壊れるから演技力すごすぎて。ショボスケ、砂ザメ、ブルコン、ボスナ、すげえ、いってもいいのか。めっちゃいる、めっちゃいる。うん、ボスナ、ブルコン完了。線を引いて、大丈夫か。ちょっとワンパイ終わってなかったの。うん、そうか、あ、俺を守ってくれてたからか。そうか、そうそう、うん、エラーゾー、うんうん、ちょうどで終わらなかった分今やったと信じるぞ俺は。あ、やべえな、ちょっと気候ロックになってるな。うん、バケユカか藤宮ファンキーの二郎なんじゃねえのと砂田の目線なんか思っちゃいます。フルコンさん、本当に殺していいんだよ俺のこと。おっと、あ、やばい、やりたいんじゃないの俺のこと。フルコン油が、フルコン油かく、ね、いや違うよ、フルコンさんに。うん、エメラルドカメカメ、うん、殺したいんじゃないの俺のこと。うん、うん、あ、そうか。うん、どうなんだ。あ、なんかちょっと白い気もしてきた。これ死んでた。あ、ナイス。マジか。わあ、グッチマジか、ごめん。どこだ。グッチさん、M2 さん40秒前で死んでます。あ、そんな前で。じゃあ一人に。ってことは一人のダブルキル？もありえる。もあるウルぐらい。あとグッチツボさん、うん、シャワー室で見つけました。はい。うん、シャイ、はい。グッチシャワー。グッチツボさんの秒数はわからない。わかんない。わかんない。わかんない。通信障害だったんで。アーカイブにはいたんだっけ、なんかテラゾーとかいた時。初期はきアーカイブですグッチツボ。あ、僕が診察室に来た時に、しょぼすけさんがバイタルで、あ、死んだって言ってどっか行ったんですけど、そのタイミングで死んだんですよね。そうです、合ってます、合ってます。あ、はい、そうなん、2秒から3秒です、はい、なるほど。バイタル偽装じゃないです、だから僕の。なざめさん、こう前回怪しかったけど今回無理かな。なんかあと無痛さん、確か結構追ってたんですよね、怪しいから。直す前に、うん、宿舎のダウンロードのとこでトリッピーさんと会ったんですけど、その前にエンジンからメインに行くのを見てるので、ムツーさん基本右側かなと思います、うん、で、小宮さんを釣りたいです。展望デッキでムツーさんの死体を発見してます。うん、じゃあテラゾーさん、僕はエンジンからメインに行くのを見てるので、急にテラゾーさんが塗ってきてるようにしか見えないです。僕メディックです。藤宮さんを釣りたいです。あ、僕がメディックです、うん、テラゾーさんと、うん、じゃあテラゾーさんとローラーで、はい、僕がメディックで、トリッピーさんにメディックで守ってます。フルコン、テラゾーのメディックを押します。でもこれ藤宮さんから釣った方がいい、あの後出しの方がやっぱりちょっと、いや、ね、後出しテラゾーさんですよ、うん、あのテラゾー、あのフルコン黙ってたんですけど、ね、あの、はいはい、一番初動でアーカイブでテラゾーがフルコンメディックあげるよっつってもらってます。一番初動に、そっちの方が信用してます。はい、
まあまあローラーでいいと思います。硬い、まあ、僕は無痛さんの情報先に出してるので先出し理論で言ったら僕を殺さないとフルコンさんは殺せないので僕後で殺されますよ。他トリッピーさんにメディックで守ってます。ありがとう藤宮。地味やバケユカに見えちゃうな。ちょっと守られてる俺。ん？これはな。で、ローラーはさせたくないが、ただ俺がもう守られてることバレたけど、今のは使用していいところやと思うねんな。で、釣りたくない俺は正直。今のは絶対後出しミヤちゃんの方が怪しい。あれ？あれ？めちゃくちゃ下手やねんけど、これめちゃくちゃ下手や、ごめん俺。ケさん俺に近寄らないで。はい、まあまあローラーするかどうかっていう、うん。正直あんまり釣りたくないねんけど、俺は目線はその。僕釣りたくない。うん。うん、そう。ちょっと後出しが。藤宮さんはさっきのキルには関われたんだっけ？ごめん、ちょっとあんまりちゃんと聞けてなくて。さっきのキルには関われ、まあちょっと砂溜め目線だとやっぱその最初にシャワー室って言ってやっぱ最初なんか電気室に言い直したような聞こえちゃったんで。うん、それもあるのね。まあ、ああ、だそこが。で、スナさんが死んだ以上、グチツボさんの弁当は真になったので。そうだね。うん、で、なんと初日キルが、まあ砂溜め、ワケユカ、確かに藤宮の三択になったんですよ。うん、そうで、さっきの二キルは、あのスナさんと僕かなりいたんですよね。あの実はそのテナゾーが守ってくれてるっていうのを信じて、スナさん僕をキルしないかなと思って隙間取ってたんですよ。実はなあ、めちゃくちゃ2人でいて、なので結構スナさんの白は出せるから、僕目線だとスナさん白くなるからやっぱりミヤちゃんだったんだなっていう感じで余計に濃くなる。ってなる と、うん、なるとその初日に電気室に藤宮さんいたよって言ってるファンキーの発言は何だったんだろうっていうのがちょっと正直いたからいたとしか言いようがない。あ、なるほど。いや俺だから俺初日の弁当はバケウカさんだと思ってて、バケウカか初日は。あ、俺なんだ。グチツボさん、グチツボキルもバケウカさんだと思ってます、うん、バケウカさんって僕アーカイブ右から来たじゃないですか、うんうん、アーカイブ右から来た。ちょっと待ってね。いつの話？グチツボが死んだターンです。そうだね。うん、それはどういうルートで来ました？あの、ラウンジを通ってきましたか？そう確か電気から診察ぐるっと回ってきた場合、バイタルを取らないといけないんですけど、バイタルを通るには多分テラゾーさんとすれ違わなきゃいけないと思うんですよね。ラウンジ、うん。テラゾーいたっけ？僕はちょ、いつの話なんだっけこれ？診察貨物ラウンジアーカイブって通ってて、そこにバケウカさんいなかったんですよ、はいはい。死体も全部探してます。なので、うんうん、僕の後ろにいないといけないですよ、バケウカさんは。でも。エレクトリカルから来たってことですか、バキューカさんは。まあ、一旦今日はそうなるね。うん、そう私は、なるほど。テラゾーローラーはテラゾーさんつらないってことね。テラゾーつらないと自分の結論は、うん、僕がテラゾーさんはいいや。もし僕が死んだらテラゾーは嘘です。悪い日本人だから流されます。みんなに流されます、うん、はい。いやでも確かにそうだよ、フッさんテラゾーさんだ。よっしゃ、うん、この何やろ、実際に GJ が出てなくてもなんか議論が進む感すごいな。この守ったよ宣言面白いな。うん、テラゾーの守ったよ宣言によりなんかどんどん白が出て、俺目線砂ザメテラゾー白いからな、うん、いいね。なんかいいな。面白いなこの出方。よしうん。でってことはまあ初動のバケユカキルもあるな、普通に。確かに初動のバケユカキルはある。テラゾーさんはもうセリフ確定。あ、セリフじゃない。見るよ。証拠に展望に、証拠に展望に、展望に出る貨物におったな。証拠に展望に貨物。待って、俺これね、死んでたら嫌やから見に行くわ。あ、生きてるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ直す。どこ行った？直した。ファンキーが直した。ああ、閉じ込められた。証拠が、証拠を君に行きたいな。証拠に展望に貨物だったよね。貨物ファンキーにいた？さっき貨物いた？ああ、いてない。あんた私ついさっき。うん。証拠聞いた人かじゃあ。あ、なんかいる。何してんの？あ、死んだ。
あ、ファンキーさんだ。待って、ああファンキーさんいたな。ファンキーさんね、これね、直近ですね。ファンキーコミュニケーションにいたよ。ちょっと疑われてるから言うけど、先シャワーね、言っとく。はい。今、ファンキーさんが、即キル即レポです、これ。バキューカがレポになってんのはバグってこと？いや、バキューカがの下に死体があったよ。俺目線。ああ、そういうこと？完全に。あ、そうなの？え、場所は？え、あの、証拠の左。じゃあここもう対立だと思うんで、一応ケアとして、これフルコンテナゾーン2ローがあるじゃないですか。はいはいはい。一応めっちゃ薄いけど、だからフルコンバキューカって言ったら、あ、まあ、そのフルコンバキューした時点で4人だからやばいよ、そうなると。そう。ボタンのことなんか集団の意思で釣られようとしてるようにしか見えないから、ちょっと大丈夫トリッピーさん。あのね、2ローだったら大丈夫、テラゾーさん絶対俺キルしてる。トリッピーさん、トリッピーとずっと一緒にいたもん。あ、オッケーオッケー。じゃあもうバキューガさん釣れば終わりで、これ本当に、終わるはず。キルしてもう 0.5 秒後に通報ですこれ。あ、それはそうなのかな。バイタルを見てたの。あの死体とバキューガ見たよ。僕バイタル見てました。はい。なるほど。ねじろ。ってると思う。ねじろ。そういうことだ。バキューガ。俺シャワーにいるから。シャワーにいるから。フルコンさんの。だってキル。これフルコンさんだからこれ即キル即レポじゃないの？その可能性を教えてくれない？主張はセリフね。あ、そうそうそう、セリフってこと。だって俺シャワーだし。いやもうだとしたら寺蔵さんがもう初手からもう。いやこれね、2キルしたら終わる場面だから寺蔵さん絶対俺切ってるはず。え、だから切られてんじゃないの一人？あれ？まあでもトリッピーさんもバケさん入れちゃったんでしょ？じゃあ2キルし。あ、もうじゃあもうしょうがないから入れるしかない。今回2キル発生してない？大丈夫マジで。ボールって2キル発生してる。2キルは発生してる。2キルは発生してるから。だよ。ケアしてくれないとダメだろう。ダダンダダン。ケアしてくれないとダメだろう。ダメじゃないけど。ダンダダンダダン。ああよかった。寺蔵さんの いやーいいなぁ、すぎるよ、無理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 、ごめんごめんごめん、メリック強え、罠にかけてしまった、メリック宣言強え、寺蔵さん性格悪すぎだろう。なんで言わねえやん、やっぱ性格悪いな、クルーメイトなんだよな。なんでだよ、エンジンから右に行ったとか大嘘つくから。いやいや、嘘つかないと勝てませんよ。いや、メリック宣言マジで強かった。あれでどんどん白生まれたの。